そうで始まりました、むてちゃんです。さあ今回は、はいはい、病み上がりの超過です。お願いします。動画ではねコンスタントに出てるから皆さん気づいてないと思いますが、はい、だいぶ日が空きました。超過さんにはですね、はい、こちらですね、高校入試の問題があるんですけど、まあ私立高校の問題って難しいんですよ。え、そうなんですか、はい、え、これ高校の入試ってことは中学生が受ける問題ってことですよね。そう、中学生が受ける問題なんですけど、トップ校は下手すればいわゆるマーチって言われるところより難しい。まあさすがに早稲田や慶応まではいかないんですけど、ただ開成高校ってわかります？わからないです。わからないですね。私高校の名前は名田しか知らないです。あ、まだいわゆる東京大学一番たくさん出るのが開成高校なんですけど、はい、開成高校の英文と早稲田の国際教養が同じ英文だったこともあるぐらい、そんなこともあるんですか。大学レベル、はい、ちょっと名田って言ってましたけど名田しか知らないということで名田の問題やります。やったー、当てた。え、なんかコメ欄で来てましたよね。そう、来てました。これ解いてほしい。まあやっぱり一番難しいと言われるのは灘なので、はい、文法と作文からやっぱりためになるのか。あ、作文あるんですか。はい、英作文あると普通に和文英訳と自由英作文両方あります。もう大学受験じゃないですか。そうです。まずはこれですね、文法の4択の問題。待って、これどっちでもいいみたいなとこありますね。そうなんですよ、ネイティブが困るだろうなとちょっと思った問題見たときに。どうでしたか、やってみて。4問中2問がなんかこっちでもいいなみたいな。ああ、はいはいはい。最初がどれを選びました？これが、まあ、結局はEを選んだんですけど、あも一応ありっちゃありです。おう、じゃあちょっと読んでもらって。 This notebook is small enough for you to carry in your pocket。 なるほど、あもありっていう。あもあり、正解はイです。まあ合ってましたけど、イと入れてもやっぱ大丈夫ですか。いけますね。このイットはノートブックを指してますよね、はい、そうなんですよ。これね、僕らは絶対ダメって習うんです。もう出てきてるんだよ、This notebook っていうのが。だから Small enough for you to carry にしないといけない。で、enough の語順は Small enough です、ね、はい、はい、で、続いてじゃあ2もいいですね。2、いい、はい、で読んでもらって。 At the next corner you'll find a cafe which is very comfortable to sit and enjoy coffee in。 そう、これやっぱインはいりますか。いります。そうですね、カフェでウィッチが来てるんで、後ろは不完全な文にならなきゃいけませんので、前置詞の後ろの目的語が書けます。わからないです、はい、うん、で、そうですね、この in 後ろかけてないといけないで、 in which、はい、なわけですからね。 very comfortable、 which is って最近あんま使わないかも。おお、なるほど。なんかすごい硬く聞こえる。あーはーはー、 comfortable to sit、 そうですね、 comfortable to sit in なわけですよね。 to sit in and enjoy coffee in ってことですね、はい、そのここをかけなきゃいけないんですよ、この to 不定詞の後ろ。 which より that の方がなんか喋ってる感じするか。あー、そう、ね、なんかこれ結構会話文じゃないですか、うんうん、ってなると which より that の方が不自然だなって思って、 which の方がちょっと硬い、うんうん、でも文章だったら多分こっちの方が正しいんですよ、うんうん、なるほどね。実はポイントはだから1問目も2問目も同じ、後ろがかけるっていうのがポイントでした。さあ次はまあ簡単でしょう、はい。Texting is the norm nowadays, so letters written with a pen are very rare. そうですね、はい。With が正解ですね。With a pen、道具の with と言われる。まあ、by もいけなくもない。by a pen、by pen は？by pen の方が正しいんですけど、でも a を入れる人もいそう。一個それで動画のネタを思い出したからそれ聞こう。このよくあるんですよ、この by のやつでありかなしかっていうのがあるんで。 by foot って大丈夫ですか。 by foot、 このね、 the norm とかね、これね実は早稲田とか慶応で問われることがあるんで、今日実は子供たちに早慶クラスの高校でやってきたんですけど、教えてきました、この単語 norm ですね。 norm、 こんな風に言います。 texting is the norm ってだいぶ言います。普通に日常会話でもこういう風には言うんじゃないかな、まあ、いわゆる normal の名詞形なんですけど、これレベルが高いんですね。これ空欄になると入れられない人が多くて。ああ、確かに。さあ最後は The last student to leave the classroom will have to turn out all the lights and be sure to lock the doors。 はい、そうですね、これもう後ろに The classroom って来てますから、はい、受け身の受動態はおかしいわけで、意図が合えば絶対ありえないし、これは迷いがないですね。あ、もう意味不明ですね。 for leaving はおかしいんで、これは to leave ですね。ということで、まあ、to 不定詞形が問われていたっていう感じですね。まあ就職順動詞と言われるところなんですけど、そういう形がよく問われたっていう感じのところでした。はい、皆さんはできましたか。チョコさん全問正解しましたが、これでもいいんじゃね、これでもいいんじゃねっていうのはありますね。では続いては間違い探しです。正誤問題です。果たして全部のエラーを見つけて正しく英文を直すことができるのか。
さあ、できました。はい。じゃあ、一つ目を読んでもらって。Why, in part, it is why the countries and people of the world today are more interdependent than ever. これも中学生が読むんだなと思うと、あれですけど、これをね、統計のクラスでちょこっと教えたんですけど、このインパートとかね。このインパートなんて知らんでしょ、中学生。部分的にはってことですけど。Why に対してなんで、It is why はおかしいですね。ここ、だがいらない。だがいらない。It is why the countries and the people of the world today are more interdependent than ever. It がもうすでにここにもう話されてる。ああ、そういうこと？ちなみに模範解答 It is that だったんですけど、僕は because にしましたけど、多分 because の方がいいんじゃないかな。 In part it is that って書いてあって、みたいな、そんな言うって思った。まあありですけど、まあ、でもそもそもこの試験の質問がコンテキストが全くない分かりにくい問題なので、because にした方が指導的には分かりやすいですね。だから why って聞かれて why？って言ってんでしょうね。あー、理由がもう先にあって、こっちが結果なのかと思ってて、うん、あー、そう思っちゃうとダメですね。で、次が、The CEO heard either sides of the argument before she made a decision. で、ここらは E の both ですね。はい、そうですね。 Either sides はおかしいですね。はい、 Either side でしょうね。はい、単数じゃないといけないですね。で、だから、で、 Either side っていう時は聞いてない時の方が使います。あー、なるほどね。聞いてなかった、まあそうですね、聞いてなかったら either、 The CEO didn't hear either、 次、 If my sister got up earlier this morning, she could have got caught the first train。 これネイティブ的には良さそうに聞こえるかな。いや、ダメですね。ダメってダメですね、はい、そうすると答えは My sister had gotten up earlier this morning。 そうですね、 had got とか had got っていう風に had が過去分詞にして、仮定法過去完了にしないといけないですね。やっぱでもネイティブは仮定法過去完了にしないで、そのまま過去形使うことも結構あるんで、でね、まああるっちゃあるんですけど、うん、なんかちょっとなまり味があるというか、そう、ね、僕がアメリカに留学してびっくりしたことの一つは、やっぱ家庭法守んない人が多い。前のね、過去のことだったらハズ出す過去分詞しなきゃいけないのに、ただ過去形で言う人も結構いて、それがやっぱ映画とかドラマとか見てても出てくって言うってよくなってました。はい、で This morning、 これね、よく日本人 In this morning って書いちゃうんですよ。あー、やりそう。で She could have caught the first train ですから、始発ですね、始発に間に合ったのに、だ実際は起きてなかったんで早くダメってことです。さあ4番いきましょう。 Meg was not used to having her photograph taken in the street because she had just made her debut as an actor。 まあこれやっぱうーってなりますね。はい、 taken ですね。そうですね、写真を撮ってもらう側ですからね。 having her photograph taken だったら写真が take するになっちゃうんですね。前の方には be used to ing、 慣れているですね。だから写真を撮られるのに慣れていない道で、はい、アクターとしてデビューしたばっかりだから、あ、みんなにこうやって、あ、パパラッチってことでしょうね。慣れました、写真撮られる。撮られませんもっと売れないと撮られません。ちゃんとね、チョコさん出てくるようになったんで、徐々にアイドル資格のチャンネルのチョコさんの動画がちょこちょこ伸びて始めました。嬉しいですね。で、5番目、5番目なんかめっちゃ日本人がしそうなミス。あ、なるほど。じゃあ読んで、 I'm going to apologize my sister for what I have done to her。 これは Apologize to my sister。 そうですね、これはよく出てくる、大学入試もよく出てきます。 Apologize to 人 for ことってやつですね。このなんかこの動詞をそのまんま置いて to とかを入れずに次の言葉を言っちゃうの、うん、結構よくあるじゃないですか。そうですね、 I go school みたいな。はいはいはい、そうですね。ということで1問解釈です。ナダにやられました。はい、じゃあ次は英作文ですので、おお、はい、ナダの英作文をチョコさん解けるかやってみたいと思います。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。